ゆらゆら繰り返されては、今日はですね、これを配布していきます。こいつを配布していきます。
ですね。あ、そうなんですか。前販売させていただいた、その時って特にその最後の話をされてます。あ、まあ何もしてなくて。あ、そうなんです。はい、物がないっていう、はい、M っていうのはその時に見させていただいて、こっちは言って、ね、あ、そうなんですね。お客様の頭のサイズだと、はい、本来 L なんですよ。そうなんですか。っていうのも多分ここきついと思うんですよね。はい、ちょっときつい。あ、まあギュッとなってますね。そうなんです、はい、あのこの幅が M やと、はい、もう明らかにアウトなんです。明らかにアウト。あ、そうなん、 L じゃないと、はい、ここはきつい。そこ横は余裕あると思うんですけど、うんうん、前後の幅が M やとしどいと思います。ずっと M やったんで、自分も M やったんですけど、まあ、L に変えてもらう方が本来はいいです。一回 L も変えてますね。主張1個入ってきたんですよ。あ、マジですか。やった、1個あったみたい。今日入ってきたんですか。そうなんです。たまたま、たまたま今までやったことなくてっていう、サッカー窮屈感も全然ない。そうなんです、 L サイズですよね。左右でパッド2枚追加でちょうどいいぐらいのデータ。あ、すごい、こんなん出てくるんですね。そうなんですよ。で、L に変更しておきましょうか。よろしいですか。はい、大丈夫ですよ。で、今回パッドはあえて足さずにそのまま私で、はい、被ってちょっと緩いようやったらまた足すような形にしていきましょうか。あ、わかりました。で、いいと思います。多分今足さんでも左右2枚ぐらいやったらそんなに緩くはないと思うので。あ、そうなんですね、はい、そしたらそれでいきましょうか。はい、お客様スマートフォンですか。はい、そうです。そしたらこれね、登録できるんで、この QR コード読んでいただいて、これで自分のデータが見れるっていう感じですか。そうですね、今回はあえて足してないんですけど、それ持ってきていただいたらそのサイズに合わせてパッド足したりします。結構ね、そういう方でも多いんですよ。実際お客様は頭を下げて、ここ測ったら580やったんで、通常 M でもいけるぐらいの集長だけでいくと、ただ甲の幅が結構あるんで、ね、M やと多分ここ当たってたと思う。当たってましたね。痛くなる、ね。